これ右手外して、<laughs> バリきついやろ。きついでしょう。きついでしょう。じゃあもう一回右手外して。これ持てるでしょ。あー全然違う。全然持てるでしょ。はい、そうそうそう。オッケー。これで右手外して。先ほど持てれるやん。ん、はい、これがその人だよ。はい、これきついと思うよ。そう。<laughs> 絶対きついよ。そう。で。 はい、皆さんこんにちはテイクイゴールチャンネル桜井です。今日もよろしくお願いします。ますええー、モモちゃん今日もお願いします。はい、おすなんか昨日聞いた質問お願いします。そうですね。最近思うのがまあアマチュアの方とかもう思うこと多いかもしれないんですけど、はい、私あのテイクバックたまに、はい、えどこあげたらいいのみたいな,お<ー>な時期があるんですけど、はい、そういう時。 の対策というか、何が合うかとかね。そうです。私結構ウィークでこう握るタイプなんですけど、そうねグリップウィークだもんね。ウィークの人の上げ方とか、逆にストロングで握る人の上げ方とか、がまあ聞けたらなと。わかりました。了解です。まあこれはね、結構知っとった方がいいかな。もうプロだろうがアマチュアの方だろうが、やっぱね、ウィークで上げれないとかあるんで。 上げれなないいいっっててうかもう絶対はないよ、はい、ゴルフやっぱこう数,字が数字のスポーツだから、うん、どこにあげてもうまく当たればさ、はい、で、ね、とりあえず乗りました、うん、パターがその日です入ります数字できますそれでベストスカアも出る場合もあるけど、はい、まあやっぱこうみんな悩む時間っていうのをやっぱ少なくした方がいいんで、うん、やっぱりよりよくね自分に合ったスイングにした方がいいと思う僕はいいと思うのでそのねも,もちゃんに合ったタイプ のテイクバックをちょっと今日じゃあよかお願いしますお願いしますすみませんこんなお見苦しい格好ですもう明日帰るんでちょっと休憩もう今中1時ですけどめちゃくちゃ眠いです僕眠いです私もまあね眠いでしょうねまあ一日ね今ちょうど KBC をガスターがってねやってるんで応援に行ってますはいじゃあちょっと打っていきましょうかはいテイクバックね これ悩むもんなみんなそう本当にたまにマジどこあげたらいいんかなってこれ今のがダメだなあ<ー>うん <laughs>、まあ、まあいいやまあいいや、はい行ってみましょううん、スイングいいねもう一回そうねもう一回 OK よしじゃあね、はい、ちょっと向こうを向いてもらっていい、はいそう で構えて、はい、これよくあるレッスンの中でも質問僕の生徒さんとかも、はい、上がってきた時にグ、はい、ーってきてそうストップこの辺まで行ここうかの時にこの手よりこのクラブが内に入ったらいけないとか、はいうん、絶対こうやって外の方にないといけないこの手よりですね<ー>、うん、そういういもおるよね。 いますね、うんいるけど全く合わないウィークのかももちゃんはね、はい、もう一回じゃあそのイメージでこう上げてみてもともと来た時こうやったけどこれ右手外して <laughs> バりきついやろ <laughs> き,ついきついでしょきついでしょじゃあもう一回 <laughs> めっちゃストロングにして左手次ストロングの人うんでもう一回じゃあ同じ感じでそう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 で右手外して これモテるでしょ全然違う全然モテるでしょだからストロングの人たちっていうのはその若干こうヘッドが外側に上がってもまあいいのかなとうん。まあ合うのかなとうんでもやっぱりウィークもちろんウィークやからってことはこっちってことそうもうちょっとインにこう上げていく結構こういっちゃっていいってことただ今コック使ってるんうもう一回構えて体でそう体でこうやってきて そうそうオッケーこれで右手外してさっきの持って,てれるやん、はい、これがその人とよ、はい、これきついと思うよそう上が <laughs> 絶対きついんよ <laughs> そうってことはこんな違うのそう、こうこきとったらもうきついから無理ですね、こうなっちゃう逆にめちゃくちゃ寝てしまってねっスイングがおかしくなったりするそう、だからどちらかというと「今、はい、だから」って気持ち悪くなかった なかなーって言ったもう一回それで上がってきて、持ち合わせそうここがね、やっぱ楽右手外してみんなさんもね、こうやってやった方がいいと思います全然違い上げてきて、ハーフウぐらいで楽なところ。だって俺なんかさ、ちょっといいこう起きとってさ、めっちゃストロングやん俺どっちかって言ったらこう起きとって、こう来ます全然握れるもんうん。でもこれが、こっちにこう入ったらこれ握れるんやけど、気持ちがあれも詰まっ めちゃくちゃゃく詰まってるる感じがあるからタイプそう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 だからテイクバックは若干もう体でもう全然陰に引いていい、えーうん、これがおもう一回言ってグーってきてじゃあこれがここ来ましたよ櫻井さんと、うん、やりすぎて、うん、これは注意よさすがに,に、うん、ただ外かっていう外か、うん、内かっていうと内に上がってもいいですよとあ<ー>だってもうそ,んなグリップそのグリップしてるんで、はい、そう。 そ,オッケーそれでちょっと打ってみてだからどちらかっていうと、うん、もうちょっと体で上がっていくけんそう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 そっちの方がやっぱこう振りやすくなってくるかなっていう振りやすっくそうもう一回そっちの方がどうちょっと詰まりが少ないかもしれないちょっと詰まりなくなってくるね切り返しで、はい 変なこう…ね、だってここでモテンクラブを振ろうとするんや原から。そりゃ変な力入るよね若干こうね、インサイドにこっち、ね、そう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 、体だけで上げて OK よし OK それが、まあ、も,もちゃんのとか、はい、ウィークで握られてる方たちの上げ方かなっていう。 でもう一つ、はい、まあこれ最後にもう言うけど、はい、もう一回上がって、うん、そっちいい行くよ、うん、インに上げてるのに若干、はい、昔ちょっとこうやっぱ外に上げとった癖があってあ、はい、そう肩のこの落ちうん、うん、インに上げてるのに肩が下がってきてこうなってる時あるは<ー>、うん、これはちょっときついよなでもこの肩でさ前傾深くなってここやったらまだ上げれそう。ででも肩がここで こうできたらめっちゃこの脇らへん詰まるでしょう、うん、だからこれも合わないよねはい、はい、じゃあ上がっもうつってきた。浮かしてここやったら詰まりなくない、はい、うん。だから体のこういう使い方っていうのもどちらかというとこういう感じはないこっちそうどちらかというとこっちの方がやっぱここのスペースは空きやすくなる でもこう上がってきちゃダメですよ、ね、そういうことだこれもさっき陰だからって言って陰、はい、に上げすぎたらまた注意よねううそう。だこの頭のラインからこう浮くことはない、うんうん、基本大体みんな沈んでるからこの最初構えた線引いたらここでこう回ってこう伸び上がる人はいないプロの中じゃあんまり、はいうん、どっちかというとこうスーッて下がってくるけどこう下がりすぎるのか若干ちょっとこう。 回すのかっていうのはちょっとある,あるから、はい、そこもねやっぱモモちゃんも視聴者の方も迷った時はそこもちょっとね、うん、手は陰にインサイド行き過ぎゃ駄目やけど、はい、インにいってんのに、はい、肩はこうなってるよと、うん、前傾深くなってこれ,、ねうん、これはちょっとないやうん。っとってもね、な時間に 撮影する剣こっち口がまめらん <laughs> 水平そう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 オッケーオッケーオッケーそれをねちょっとこう自分の中で分かった上で、はい、ゴルフのスイングするとまああの悩む時間少なくなるのかなって感じかな確かにね、うん、どうですかはいめっちゃ勉強になりましたほんまかいな <laughs> <laughs> いや,いやでもね、はい、そこはやっぱりプロでも分からんじゃんそうですねそうだからなんかうちの泉とプロも ちょっと卵を押せないんで、下から入るんですよねって言っててうん、うん、パって見たら僕が「いや大丈夫いいんでいいんだよ」うんうん、めっちゃ大丈夫うん、うん、ウィークだから「うんうん、いいんでいいよ」って言ったらこれをやりすぎてめっちゃいいになってるようん、うん、でここからめちゃくちゃシャロロに来るから<ー>めちゃくちゃ下から入ってダフったりとかそういう時はさすがにもうちょっとまっすぐでいいよと、うん、ただ目指すところがこのさっき言ったクラブがそこ、うん、外、はいうん ここはないよって、<い>絶対ここはないよと、はいうん、言ってもまあこのぐらいかなと、うんうん、そうだからねあの自由のタイプやりすぎちゃうっていうのもちょっと危険だけど、うん、そう、どっちかって言ったらっていうのをやっぱ覚えて知っていくだけでも変わってくるよ、ね、はい、はいありがとうございますちょっとそれをねやってもらって次ね、ももちゃんもテストあるしあとそうよ「ももごるチャンネル」あ。 そうですモモゴルチャンネル解説<お>しましたおめでとうございますまだ少ないからねはいえねこちらの方はいチャンネル登録リンク貼っとくんで僕がお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、ねはい結構ね面白い動画というかまあそうね今までいろんなことやってるから、はい、スイングやっぱ綺麗やからさうんやっぱこう伝えられるものがいっぱいあると思うんではい全力で伝えてやってください。 全力で伝いますはいじゃあ、えー、今日はテイクバックでしたけど、はい、うん、もちろんそこを注意しながらやってください、はい、ではまた皆さんぜひ参考にしてくださいまたお会いしましょうさよなら